両妻弱ジャパンアジアカップ過去5大会とのグループリーグ結果比較。まずは2004年中国開催のグループリーグ成績、2勝1分け5得点1失点で得失点はプラス4。この大会では決勝で中国に3対1で勝利し、日本代表は優勝。次に2007年東南アジア4カ国開催グループリーグの成績は2勝1分け8得点3失点で得失点はプラス4。この大会は4位だった。準決でサウジアラビアに2対3で負け、3位決定戦で韓国に PK 負け。続いて2011年カタール開催グループリーグの成績は2勝1分け8得点2失点で得失点はプラス6。決勝でオーストラリアに延長戦1対0で勝利し優勝。リータタナリ選手の伝説のボレーが生まれた大会。続いて2015年オーストラリア開催グループリーグの成績は3勝0敗7得点0失点で得失点はプラス7。ベスト8で UAE に PK 負け。続いて2019年 UAE 開催グループリーグの成績は3勝0敗6得点3失点で得失点はプラス3。決勝でカタールに1対3で敗れ準優勝。そして今大会の2024年カタール開催グループリーグの成績は2勝1敗8得点も失点で得失点はプラス3。以上のデータを表形式で見てみましょう。過去5大会と比べて今大会は勝ち点、失点、得失点の過去最低、史上最強とも呼ばれる日本代表でした。グループリーグの結果は過去最低クラスの成績でした。もちろん2022年カタールワールドカップにてアルゼンチンのグループリーグでサウジアラビアに負けたものの、最終的には優勝という例もあるので、ここから巻き返して優勝してくれ。日本代表を全力で応援してるぜ。